とやりすぎじゃないですか。いやあいつ太ってて俺気持ち分かるから太ってるやつの気持ちタップかけたろあいつ。いやちょっとやりすぎ。切れてたね、切れてたね。いやもうあれぐらいやったった方があいつも火つくと思うから。なんか強そうな感じしましたけど誰あの相手あいつまあ切れてたもんめっちゃ切れてたやん思って。パワーありそうっすよ、めちゃめちゃ。俺結構だからブレイキングダウン戦気づいたけど人切れさすうまいんかもしれん。おいこれ豚キムチ見たのか。お前の顔面こうなるから見とけ。これ豚キムチいい機会じゃない。いやそうですね、ちゃんと韓国の誇りを持ってる人でよかったです。なんか逆にさっきのみたいななんか日本が悪いような気がしましたけど。確かに礼儀がなってね、こっちの方がなんか申し訳なくなる。そうそう、野村君も正々堂々と戦おうよ、はい、で相手ほんと強いからしっかり準備して、はいはい、強くなるいい機会だ、ね、そうですね。しっかり日本背負って勝ちに行きます。必ず行きます。頑張ります、はい、ありがとうございます。野村くん的に一番絡んでた女性強かったら面白いですか。プロのリンからあ引きずり下ろすからな、過ごしとけ。そうですね、なんか回転系の攻撃とか使って。でも結構長くやってるんですか、そのキック。空手は18年くらいやってて、キック自体は1年半くらい。じゃあ土木ネヒト決定ということで。そうですね。自信あります。正直自信しかないですね。おお、すごいですね。あれはもう素人です、完全試合決まりました。はい、決まりました。スパリング見てました。あ、見ました。どうでした。まあ、なんか実力がお互いあって、うん、でも本当僅差の試合だなと思ったんですけど、楽しみです。結構上手かったですよね。上手かったですね。回転技とかも使ったりして、うん、ただまあ効かないかなっていう、うん、オーディションでめちゃめちゃ揉めてましたけど。揉めてました初めてオーディションで。このストレスは試合にぶつけてください、はいはい、もう試合に向けてもうイライラぶつけてきます。独身とオリンピックの子ってどっちが強いのか私もやってみたいなって思うんで。強いっすね、やっぱり。ありがとうございます。すごい楽しかったです。1分間やっぱり、はい、やっぱすごいパンチが強かったので。強いっすよ、はい、だってセリナちゃんにも勝ってますしね。気持ちよかったです、パンチ食らって。めちゃくちゃ試合がイワシと対戦ですね。はい、イワシも 7.5 でしっかり勝って今勢いに乗ってるので。そうですね、結構楽しみです。ありがとうございます。多分勢いによって多分調子乗ってると思うんで叩き潰します。いいっすね。昨日試合終わって早速、はい、今日は試合決まりました。強いっすよね、青選手。そう、しかも KO 初取った選手じゃないですか、うんうん、だから唯一の女子で KO 取った選手なんで、そこもちょっとね、勝てる方が面白いなって私も思いますし、うん、あとお互い伝統空手と極真空手でちょっと流派が違うんですよ、空手界の。どっちが強いのかっていう。確かに、はい、あと結構身長差あるんじゃないですか。そうなんです。でも私ずっとチビだから、どうせ現役時代も背高い人とばっかしかやってないんで。あ、慣れてるの、そこは。そうですね、なんかもうこんな感じだったなって感じです、感覚的に。まあでもしっかり練習していかないとだね。そうですね、ボクサーの意地を見せます。助走好きなのに。おお、すげえ、すげえ、マジか。山本カエルです。一番目指して頑張ります。さすがに中に懐に入ってパンチ今当てましたね。あー、ダウン取られた。うえやるさよ、以上10095や。今1位95キロ余裕でしょ。おお、頑張ります。すごい、すごい、すごい、すごい。おい、これ豚キムチ見たのか。お前の顔面こうなるから見とけ。これ豚キムチ特になし。
よろしくお願いします。ちょっと低いっすね。すごい。え、弱っ。83っすね。弱っ。前回よりも今回のが本気だよ。おっ、えっ、おっ、えっ、一番強い、一番強い。やばっ。98。